皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。飯島直子さんは、一昔前は数々の CM に出演して CM の女王として活躍したり、女優としてテレビドラマで活躍するた。バラエティ番組にもよく出演していたのに、最近はたまにドラマにゲスト出演するくらいで、テレビで見る機会がめっきり減ったよな。コカ・コーラの缶コーヒー、ジョージア、の CM は本当に癒されたわよねー。ブレイクする前は切れ込んだハイレグ姿のレースクイーンとして、思春期の青少年たちの股間を熱くしたもんだぜ。そういえば何かの映画でたわわなお胸も披露していたよな。1995年に公開された、ゼロウーマン警視庁ゼロ課の女、だね。このゼロウーマンシリーズでは数々の若手女優たちが、激しいアクションシーンとお色気シーンにチャレンジしているわね。それも飯島直子さんのブルンブルンの熱演が好評だったおかげなんだぜ。よし、じゃあ今回は、ゼロウーマン、シリーズでたわわな姿を披露した女優たちについてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ゼロウーマン、は篠原徹さんの漫画、ゼロ課の女、を原作とした映画とオリジナルビデオのシリーズで、これまでに3本の映画と7本のオリジナルビデオが公開されているわね。篠原徹さんといえば H とバイオレンスを描いた漫画が特徴で、梶芽衣子さん主演で大ヒットした助手サソリシリーズや、ワニ文書、女仕置き人ゼブラ、なども映像化されているんだぜ。ゼロウーマンは警察が表立ってできない諜報機的な捜査を行う裏の警察とも言うべき警視庁ゼロ課に所属する女刑事霊の活躍を描いた物語で、ヒロインのアクションとお色気シーンが人気を呼んだのよね。全部で10作品もあるからサクサクと紹介していってほしいんだぜ。最初に映画化されたのは1974年。ゼロ課の女赤い手錠のタイトルで東映が制作し、ヒロインの霊役には東映ポルノの看板女優として活躍していた杉本美紀さんが抜擢されたんだよ。クールな表情が素敵な女優さんだな。東映ポルノの看板女優ならお色気シーンもお手の物なんだぜ。東映ポルノでも、女番長、モノなどで主演を演じている杉本美紀さんは、お色気シーンだけでなくアクションシーンもお手の物だったわね。お色気シーンはかなり大胆で、ポルノ映画と言って良いほどの出来栄えだわね。昭和映画らしい薄暗くエッチな感じがたまらないんだぜ。例に極秘任務を与える刑事役に室田秀夫さん、娘を誘拐される大物政治家役に丹波哲郎さんと共演陣も昭和映画ならではの豪華なキャストだわね。ゼロ課の女、初の映像化作品とあっては、ぜひ見てみないといけないんだぜ。ジョージア、の CM に出演して、癒し系女優、として人気が上昇中だった飯島直子さんが大胆なヌードシーンを披露して話題になったのが、1995年1月に公開された映画、ゼロウーマン警視庁ゼロ課の女、だったわね。てっきり飯島直子さんが売れない頃に脱いだのかと思っていたら、結構有名になってから出演した映画だったんだな。1988年に 11PM のカバーガールとして芸能界デビュー、シックのレースクイーンや金棒水着キャンペーンガールの他、キリンビール、宇部興産のキャンペーンガールも務めた飯島直子さんは1993年にはヌード写真集を出版しているわね。ゼロウーマンが初脱ぎというわけでもなかったんだな。でも、スーパージョッキーの熱湯コマーシャルに出ただけでもドキドキだったのに、こんなバインバインな映画が見れるなんて、当時のなおちゃんファンは自家発電に忙しかっただろうな。飯島直子さんは、全裸でのシャワーシーンやセクシーな下着姿で宙吊りにされたりと体当たりの演技が話題になり、この後、ゼロウーマン、シリーズとして数々の女優が霊を演じるようになるのよね。飯島直子ファンには永久保存版の映画なんだぜ。ゼロウーマン、シリーズ第2弾として1995年9月にマクザムから発売されたオリジナルビデオが、ゼロウーマン2警視庁ゼロ課の女、だね。映画と同じ年に発売されるなんて、飯島直子さん出演の第1作の反響がよほど大きかったんだな。ヒロインを務めたのは、後に AV の世界に転身した小沢夏樹さんで、例の上司役は映画と同じ西岡徳馬さんが演じているわね。AV 女優の小沢といえば、小沢マリアや小沢奈緒が有名だけど、そういえば小沢夏樹ちゃんも確かにいたんだぜ。アイドルとして活動していた小沢夏樹さんは、1989年に魔法少女中華なパイパイでテレビドラマ初主演を果たすなど活躍していた最中に、撮影を途中で放棄して降板するという問題を起こしてそのまま芸能界から引退しちゃったのよね。
ゼロウーマンに主演する6年前の話だな。それから4年後の1993年にヘアヌード写真集発売という起死回生の手段で芸能界に復帰した小沢夏樹さんは、大胆な濡れ場のあるビデオにも出演、そしてこのゼロウーマンのヒロインに抜擢されるのよね。アイドル時代のファンはさぞ驚いただろうな。このゼロウーマンに主演した1995年頃を最後に、再び芸能界から姿を消した小沢夏樹さんは、2004年に AV 女優としてデビューして再びファンを驚かせるのよね。ゼロウーマンに主演したのはまだ23歳の頃で、形の良い美しいお胸とスレンダーな全裸シーンが見れる貴重な作品だわね。あう、こんな綺麗なお胸にはなかなかお目にかかれないんだぜ。1996年3月に制作されたゼロウーマン3警視庁ゼロ課の女には武田久美子さんが主演して話題になったわね。第1作が飯島直子さんで、第3作が武田久美子さんか、これは映画でもいいくらいの豪華キャストだな。武田久美子さんは1982年に当時人気絶頂だったマッチこと近藤真彦さんの主演映画ハイティーンブギのヒロインに選ばれて話題になったわよね。確かマッチとキスシーンを演じて、熱狂的なファンから強烈な嫌がらせを受けたんだよな。武田久美子さんといえば何と言っても忘れられないのが日本中の男性の股間を熱くした貝殻ビキニなんだぜ。貝殻ビキニを披露したのは1989年発売の写真集だったわね。その後は1994年に初のヘアヌード写真集を発売。ゼロウーマンに出演したのは28歳になる1996年のことだったわね。武田久美子さんも初脱ぎではなかったんだな。強い眼力がヒロインの霊役にぴったりなんだぜ。その上、飯島直子さんに負けないくらいたわわなお胸はさすがとしか言いようがないんだぜ。この翌月の1996年4月に制作されたゼロウーマン名前のない女では、角地佳子さんの主演ドラマ7人の女弁護士で弁護士の一人を演じた女優の立原舞さんが初主演。でも後に話題になったのは無名時代のゆずの北川悠仁さんが出演していたことなのよね。北川さんが無名時代に俳優として活動していたとは知らなかったんだぜ。北川悠仁さんはヒロインの霊の部屋で一緒に住む若者役で出演。霊役の立原舞さんと一緒にお風呂に入り、全裸でたわわなお胸を後ろから揉みまくるシーンもあったわね。あう、北川悠仁さんは毎晩、高島彩さんの豊かなお胸を揉みながら、心の中では立原舞さんのことを思い出していたのか、これはもう立派な浮気なんだぜ。妄想はその辺にしておきなさいよ。1997年12月制作のゼロウーマン消せない記憶にはアイドルグループココのメンバーとして活動していた大野美紀代さんが主演していたわね。ココといえば宮前真紀さんや三浦理恵子さんもいたアイドルグループだな。懐かしいんだぜ。1998年5月に制作されたゼロウーマン危ない遊戯にはグラビアモデルや女優活動を経て、この年にヌード写真集を発売した白鳥千恵子さんが主演していたわね。あう、飯島直子さんだ、武田久美子さんだと喜んでいたら、急にヒロインの知名度が急降下してきちゃったんだぜ。1998年5月に制作されたゼロウーマン最後の指令には1997年の朝日火星水着キャンペーンモデルとしてデビューした小野沙織さんが主演していたわね。朝日火星水着キャンペーンモデルといえば松島奈々子さんや宮島尾さんも輩出した芸能界の登竜門なのに、デビューしてわずか1年でたわわな姿を披露しちゃったのか。でもタイトルがゼロウーマン最後の指令ということは、これがゼロウーマンシリーズ最後の作品というわけだな。ところが2004年9月に今度は竹書房から新ゼロウーマンゼロ課の女再びというタイトルで新作ビデオが発売されるんだけど、この作品はゼロウーマンシリーズの中で唯一ヌードシーンのない作品として発売されるのよね。あう、これこそまさにゼロウーマン詐欺なんだぜ。激しいアクションとエッチなシーンが売りのゼロウーマンシリーズなのに、ヒロインの霊が脱がないなんて、弓かおるさんの入浴シーンがない水戸黄門みたいなもんだぜ。主演を務めたのはアイドル歌手としてデビューした遠野舞子さんで、一時期グラビアや写真集でも活躍していたわね。あう、最後がヌードシーンのない作品だなんて、なんだかゼロウーマンシリーズらしくないんだぜ。ところがどっこい、2007年5月には映画版の第2作となるゼロウーマン R 警視庁ゼロ課の女欲望の代償が R18 指定で公開されるのよね。
うっぷ、そうこなくちゃなんだぜ。R18 指定と聞いただけで期待が高まるから不思議なんだぜ。ヒロインの霊役にはテレビドラマへの出演やバラエティ番組のアシスタント、シンガポール航空のキャンペーンガールを務めた後、2003年にヘアヌード写真集を発売してからは雑誌や写真集などで脱ぐ仕事を中心に活動していた三浦敦子さんが抜擢されていたわね。今回はゼロウーマンシリーズに登場する10人のヒロインを駆け足で紹介したけど、やっぱり初期の飯島直子さんや武田久美子さんのインパクトがすごすぎて、どうしても尻すぼみの感が拭えないんだぜ。マリサが監督なら次回作には西内まりやさんか、小倉優香さんをキャスティングして、たわわなお胸がバインバインに揺れまくる H な映画に仕上げるんだぜ。確かにその二人がたわわな姿で霊役を演じたら、もう一度盛り上がりそうだわね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。